完全にバブルの時代のね、香りが。この先にね、まあ、今やってないですけど、遊び場があったみたいな感じ。よくないですけど、街が出てくるかもな。皆さんこんにちは。今回の舞台は茨温泉。茨温泉は温泉評論家の野口冬人による諸国露天風呂番付で西の横綱にランクインした砂湯で知られている。奥津温泉、湯の郷温泉とともに古くから三坂三湯と言われている。近年では手軽に行けるスーパー銭湯というものにより客足が少なからず遠のき、廃業した店も存在するらしいが、その実態を今回調査してみることにした。それでは始まります、ビチューブ。足湯が入ったりするわけですね。私は無線だったということですけど、いわゆる裏茨温泉がということですね。なんか完全にバブルの時代のね、氷が。
この先にね、あのそのまあ今やってないですけど、遊び場があったみたいな感じなんですけど、その大人の結構ね有名な場所なんですけど、僕初めて行くんですよね。ちょっと行ってみましょうかね。なんかありますね。なんか劇場って書いてるんですけどね。ちょっと行ってみましょうかね。ここですかね。茨観光って書いてます。茨観光劇場って、あ、社員寮。はい、皆さんお疲れ様でした。というわけで、今回ね、茨温泉の中の廃墟に行ってみました。意外とね、多分そんなにみんな知らなかったとか、ここ通ったことないっていう人が多かったと思うんですけど、まあね、思ったよりその温泉旅館としての規模がやっぱでかかったというのがね、やっぱ伝わりますね。まあ、もちろんそのストリップ劇場がかなりの数ここにあったということで、まあ本当びっくりしました。そういう文化というか、そういうのもあったということで、はい。で、今残されてるのが、その一つの、あそこだけですよね。茨城観光劇場ということで、はい。まあ行ってみたんですけどね、まあ結構足場が悪かったりしてるんですけど、まあ、この中にね、実際に入ってる方もおられるみたいですね。ウェブとかで見たら、その写真が上がってたりしてたんですけどね。まあ、その立ち入り禁止っていう、その標識というか看板がなかったんで、まあね、どんな感じなのかちょっとわかんないですけど、またここに入るのも多分、その許可がね、必要かと思いますんで、皆さんもね、入らないように、はい、お願いします。というわけでね、YouTube こんな形で今日やらせてもらいました。はい、引き続きね、また温泉街ちょくちょくね、上げていこうかなと思ってます。はい、でまたよろしくお願いします。それでは失礼します。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。